空手日本代表の多田野彩香です。鈴木稲穂です。今日も稲穂にお手伝いをしてもらいたいと思います。何するかっていうと、カウンターの返しを相手を立ててやってみたいと思います。カウンターの上段は高校生の時はほぼこれでしか取ってないよね、うん、ほぼこれだよね。これとちょっと中段みたいな感じでやってきたので、本当にすごく得意としている技です。でこれ小さいと結構不利に思われがちなんですけど、大きい人はね上からこうやって落とせばいいなって思われがちなんですけど、意外と小さい人やらないって思われてるから、まあ上段蹴りとかも一緒なんですけど、小さい人はできないだろうなって思われてることをやるとびっくりするよね上からこうやってきてもさ、え避けられるのみたいな。そうだから、そういう技をまあ身につけていたので、大きい人にも対応できました、今までも。では実践的な動きをやっていきたいと思います。でこれすごく大事なのが、後ろ足引くこと、後ろ足を一歩下げる、で体を下げることがすごく大事になってきます。でここの時に体をしっかりまた倒すことで、倒した時に手を前に出します。後ろの手を前に出す。でそこから一気に上段を突きます。これね、口で言うとなんかこう簡単な感じに見えるんですけど、ちょっとやってみてもらえると分かるんですけど、意外と複雑な動きをしているので、後ろに行ってるのに手は前に出さないといけないっていう、この形、まずちょっとね難しいと思います。だからこれだけできるように、ちょっと今軽くしか説明しないんですけど、詳しく知りたい方は前回の動画を見ていただけるとすごく詳しく伝えているので分かると思います。ではちょっと相手を立てて実践していきたいと思います。私が基本やっていたのは、まあ、どの相手にでもどんな技が来ても一応このカウンターは使えるんですけど、今日は自分と反対の構えの相手が逆上を打ってきた時に対応します。はい、ではゆっくりやりたいと思います。ゆっくり逆上を打ってきます。その時に打ってくる時に手でしっかり押さえます。で手でしっかり押さえたところで、相手はもうグッて前に来てるから、顔がもう前にグッて来てるのね。だからそれを避けながら技をポンって出すだけポンって出すだけって簡単にね言ってるんだけど、意外とそれがねそう、いきなりやれって言われても、まあ、難しいことであって、なんだろう、めちゃめちゃ練習したよね。なんかもうずっとなんかこうずっとこういう動きしてた気がする。したかもしれない。高校生の時にずっと練習してた気がする、うん、これの練習だけとか。そう、したよね。なんか練習試合の合間とかにしたこれやってたよね、うん、そう。だからそれぐらい本当に染み込んで染み込んで染み込んでできる技になってますなのでみんな染み込ませてください。はい、ではもう一回ゆっくりやります。前に来た瞬間に押さえながら落として突く。でこの時も前に相手に入られちゃうと、前に入られちゃうともう前に入られちゃうともう遅いのね。ここで下がってもで、ここで打っても遅いの。だから相手が動く瞬間をしっかり狙って落としながら突くのがすごく大事になります。でこれの前足はちょっと私はかなりこう上げます、浮きます。割とで、まあ背が小さいっていうのもあるんですけど、試合の時だとなんかね試合の時ね意外とねこういう写真が多いなこうやって飛んでる写真とか多いんだけど、なんか自分であんまり意識してないんだけど、なんかそういう魔法使いみたいな感じの写真が多いんだけどそう。でもなんかまあ基本練習する時はこう後ろにしっかり下がってここで打つっていう練習を常にしています。でこれ相手に出させるっていうのは、遠いところからじゃ相手来ないんですよ。絶対こんな遠いところから出したくないでしょ、絶対嫌でしょ届かないし、そうやられるから、だからちょっと近くにグッて寄らないといけないんですよ。これが大事、この一歩、
この顔を差し出す相手に。でここ空いてるよっていうのを見せて、相手が来た瞬間に落としてつく。相手がここだったらどう？出さない。でここだったらどう？出したくなる。なるよね。この距離で、この距離はもう本当に個人差があるので、あの相手のこの背身長とか相手のこの伸びにすごくよるんだけど、でもまあこの人をちゃんと知ってでやるとすごくね、この距離感が分かるので、いつもやってるメンバーとかだと多分距離感がすごく分かってくると思うので、その人に合わせて少しクッて入る。で相手に届かせ、相手が届くと思った時にこう届かないで落とされて打たれるっていう、この一番最悪のパターンね。やだよね。そう、うわー誘われたーと思って行っちゃった時にはもうやられてるみたいな感じがすごくこちらからしたら楽しい。ちゃんと誘い込んで、それも本当にちゃんと作らないといけないじゃん。なんかただやってて相手が来た時にポーンって出るまでにはなかなかさ、こうなかなかやってって練習しないといけないんだけど、やっぱり最初はこう相手をこう引きつけてふってやってから打つっていうのがすごく大事になってくると思うので、目も良くなるよね。目も良くないと相手のこの動きに合わせて自分が動けないから、本当に目も集中しないといけないし、あとは後ろ足が動くかどうか。ここで後ろ足動かないでやろうとすると、詰まるのすごく。だからここの空間がねできなくなってしまうので、自分の技が見せられないで、相手の技も詰まっちゃうから、結局なんかぐちゃぐちゃなって終わりってなっちゃうから、この後ろ足の一歩の引きがすごく大切になってきます。じゃあちょっと早めにやってみようか。入れると思った瞬間に入ってきて、はい、じゃあちょっと実践的な感じでやっていきたいと思います。このぐらいって言っても分からないよね多分。なかなかこう、言葉で説明するのとかは少し難しくなるんだけど、やっぱりこう相手の動きをしっかり読んで、自分がこうどこを動かすかっていうことを考えると、だんだんできるようになってきて染みついてくるので、そこまで皆さん頑張ってみてください。では今の動きをちょっと3回ほど連続してやっていきたいと思います。でこれも3回連続でやるんだけど、この相手も適当に出すんじゃなくて、相手も打てると思った瞬間に出さないと、この練習の意味がなくなってしまうので、しっかりこう少し近くなった時に相手は打つようにしてください。 OK ではやります。はい、こんな感じで失敗してもいいので、例えば少し足が遅くなってしまったり、こう手が出なかったりしても全然大丈夫なので、この来る瞬間のこの一瞬の動きをしっかり何回もこういう感じで連続してやっていくと身についてきますので、それが試合につながると思います。今日は返しの上段をやりました。皆さんどうでしょう、一緒にできましたか？ポイントしっかり今日伝えたので、これを道場でも家でも練習していただけたらと思います。この動画が良かったと思う方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたね。もっと元気よく、はい、はい。